鉛筆削りは鉛筆を削るための文房具。芯ホルダー用などを、芯のみを削るものは、芯研機、芯作機とも呼ぶ。両者とも、単に、シャープナーとも言う。手動、自動を問わず様々なものがある。鉛筆はもともと専用の削り具があったわけではなく、ナイフや消灯で削るものであったが、ナイフで削る作業は難しく時間もかかるものであった。年に、 最初の鉛筆削り機が発明された。また、その後1847年に、卓上型の機械式鉛筆削り機が開発された。これらの削り具は鉛筆を簡単に削れ、ナイフのように怪我をすることも少ない。日本には、明治時代の末期に、アメリカから輸入されたのが、始まりとされる。小型の鉛筆削り器は小型の鉛筆削り器は、 削るための刃が斜めに取り付けられておりその刃を中心に、下、円錐形の削り穴を持っている。この削り穴に鉛筆を差し込み、鉛筆を回転させることによって鉛筆を削る。簡単な構造であるために壊れにくく、刃は鉛筆削り機にネジで固定されていることが多い。このタイプの鉛筆削りは、円錐の鋭さに応じて削れる鋭さが変わる。 削れた鉛筆の芯と軸は鉛筆削り機の外側に排出される。削りカスはカンナで削った薄い木くずのような形で薄く線状に削られる。このタイプは差し込む力加減によって削れる量を変えることができる。また、排出される削りカスを貯める小さな箱がついているものや削った後の鋭さの違う削り穴があるもの、芯は削らないもの、 刃の角度を変えて削る鋭さを変えることのできるものなど様々なバリエーションがある。金属製のものから木製、プラスチック製のものなど様々である。壁付け手動鉛筆削り機。カバーを外され内部の機械構造が見えている。卓上用の手動鉛筆削り機。手前の穴に鉛筆を差し込み奥側のハンドルを回して鉛筆を削る。下部のケースに 削りカスが落ちる機械式のものは中に螺旋構造をした刃がいくつか入っており、この刃で鉛筆を削る。優勢歯車と呼ばれる構造の歯車がついており、内向きに刃がついた大きな歯車を螺旋状の刃がついた小さな歯車が鉛筆を中心に回ることによって鉛筆が削られる。刃がついた歯車は鉛筆を鋭く削るために若干。 斜めに取り付けられている刃が2つ以上付いているものもある。刃を覆うためにカバーがあり、削りカスを貯めるための箱が付いている。卓上に置くものの他に壁にネジで固定されているものもある。日本国外では壁取り付けの鉛筆削り機も多い。機械式の鉛筆削りは構造上小型の削り器に比べ鉛筆を深く差し込む必要があり。 鉛筆が短くなると削りにくくなる。また、力の加減が難しいため、色鉛筆などを削るときには、小型の削り機の方が適する。JIS では1960年に手動鉛筆削り機の規格が制定され、1971年に商用電源電動式の規格が制定、1992年には統合されている。同規格には、 様々な品質要件が定められ、対象の鉛筆の太さや、切削角度、規定回転数、規定時間以内での切削試験、型削りや、信号レの限度などが定められている。手動のものは鉛筆を削り穴に差し込み、削り陣の部分に押し付けて削る。鉛筆を掴む、クリップ部を引いて、鉛筆を挟み、ハンドル部を回すとバネの力で削り陣に押し付けられる、ものがほとんどである。 この時片手で削り機自体が動かないように押さえる。鉛筆が適正に削られると鉛筆と刃の抵抗が少なくなり自動的に空回りするようになる。卓上鉛筆削りは後ろのハンドル部ごと刃の部分を取り出せるものも多く刃に詰まった削りカスを取り除ける。また手で押さえずに済むように削り機の下部に穴が開いておりこれにクランプをつけ動かないようにもできる。 いろいろなサイズの鉛筆に備え、多くの削り穴が開いているものもある。電動のものは削り穴に鉛筆を押し込み削る、形式になっている。過去には電動削り器は削り、具合を見ないと余計に削りすぎる欠点があったが、現在では適正な削り、具合になると止まるものがほとんどである。子供が小指を入れると危ないため、誤作動防止の機能を持つものもある。 通常サイズの鉛筆以外は削れない。コンセントから電気を得るものが多いが、持ち運びに便利なように、電池式になっているものも見られる。日本初の電動鉛筆削りは、エルムインターナショナルが発売した。2ケツの小型真剣機芯のみを削って、形を整える。文房具で、早やヤスリの備えられた穴に芯を差し込み回転させて、削る方式や、 板状のヤスリ部に芯をこすりつけて削る方式がある。2.0mm 系など太芯の芯ホルダーやシャープペンシルで使われ、一部は鉛筆でも使われる。ありがとうございます。